鬼滅の刃、鬼滅の刃劇場版鬼滅の刃無限列車編、劇場版、鬼滅の刃無限列車編は、我峠子呼ばれの漫画、鬼滅の刃を原作とした u o テーブル制作の日本の長編アニメーション映画。2021年現在、日本歴代興業収入第1位。2020年の年間興業収入世界第1位。 2019年4月から9月に放送されたテレビアニメ鬼滅の刃鎌戸炭治郎立志編の続編として原作コミックスの第7巻及び第8巻に収録されている無限列車での戦いが描かれる。レーティングは PG-12 指定。IMAX 版も通常版と同じ2020年10月16日に同時公開され、 同年12月26日から MX4D4 デラックスが翌2021年3月27日からドルビーシネマ版が上映された。2020年12月324億7889万5850円の工業収入を記録し、千と千尋の神隠しの工業収入を抜いて日本歴代工業収入第一位となった。また、 2021年5月10日時点での公式発表では2020年公開映画の年間興行収入で世界第一位を記録している。2021年8月2日、現在日本国内では約403.2億円の興行収入を記録している。2021年9月25日にフジテレビ系列の土曜プレミアムにて初放送が行われた。 キャッチコピーは、その歯で、悪夢を断ち切れ。鬼殺隊員の鎌戸炭丹次郎、あがつま全一、くちばし、ひらは無限列車に乗り込み、炎柱、煉獄鏡次郎と合流する。鏡次郎は車内に現れた鬼を次々に切り捨て、丹次郎たちを狂嘆させる。だが四人は、加減の一、縁夢の術で眠らせられ、夢の中に閉じ込められる。縁夢は、 人間の子供たちを鬼殺隊員の夢の中に侵入させ、精神の核を破壊させようとしていた。京樹郎は精神の核を狙う少女を無意識のうちに取り押さえる。丹次郎は妹のねじめ豆子の助力で術を破り覚醒。汽車の屋根で縁無と対峙する。縁夢は列車と一体化しており、肉塊となって列車を包む。覚醒した猪助、善逸。 京次郎が加勢する。丹次郎と猪助は、機関車の床下から、縁夢の首の骨を発見。骨を切り縁夢を倒す。横転した列車から脱出した丹次郎たちの前に、上限の三、イカザが現れる。イカザは京次郎の強さを認め、鬼にならないかと誘う。拒絶した京次郎は、イカザと一対一の死闘の末、致命傷を負う。 一家座は朝日を避けるため、自分の腕を切って、森の中に逃げ込む。炭治郎は、日輪刀を投げつけ、卑怯者と泣き叫ぶ。死期を悟った京次郎は炭治郎を呼び寄せ、父と弟への遺言、鬼を連れた炭治郎を、鬼殺隊として認めること、励ましの言葉を残して絶命。壮絶な最後に、炭治郎、善逸、伊之助は号泣する。煉獄、京次郎の死は、 カスガガラスによって、直ちに他の柱や産屋敷明るなりに伝えられた。三屋敷は、私ももう長くは生きられない、近いうちに、京樹郎や皆のいる、黄みの国へ行くだろうと呟く。テレビアニメ一期の企画発起人でプロデューサーである、アニプレックスの高橋優馬は、第一期の制作が続く中、u f o テーブルの制作人と、機会があれば続きも作りたいという話をしていた。 そんな時、放送が開始されたテレビアニメが好評だったこともあり、続編の企画が正式に立ち上がることになる。続編が劇場という形態になった理由としては、テレビアニメの続きにあたる無限列車編は、テレビアニメとして一クールで放送するには、分量が足りず、映像化した際の放映時間や内容のドラマ性の面も考慮すると映画という、 携帯にする方が最適という判断がなされ企画が指導した。劇場版企画はアニメ放送中盤までには主要キャスト陣にも知らされた。監督は u f o テーブル所属の殿崎春をキャラクターデザイン、創作画監督は同社所属の松島明、アニメーション制作は u f o テーブルが務めるなど、スタッフキャストはテレビアニメより続投となり、体制に変更はない。 一方で配給に関しては新たに東方がアニプレックスと共同で参加している。出資、プロデュースに関してはテレビアニメと同じくアニプレックス、集英社、u f o テーブルの3社のみのざくみとなる。主要スタッフや各セクションのスタッフなどは基本的にテレビアニメ版からの続投となるが参加スタッフとしてフェイト、ステイナイト、ヘブンズフィールシリーズの監督、 キャラクターデザイン、創作画監督を担当した u f o テーブル所属の須藤智則、アクション演出を担当した同社所属の三浦隆弘が、同作の完結に伴い新たに参加しており、三浦は無限列車パートの絵コンテ、須藤は作画監督の一人として参加している。本作でも主要スタッフをはじめ、脚本、絵コンテ、演出、作画監督、色彩、背景美術、 撮影処理、3D CG など多くの工程が u f o テーブル所属スタッフにより内製されている。また、本作でも u f o テーブルが制作した過去作品の経験が活かされており、煉獄の日本屋敷は、活劇刀剣乱舞の経験をもとに u f o テーブル美術部により美術ボードが作成され、煉獄が食べている牛鍋弁当は、エミヤさんちの今日のご飯の経験をもとに、 デザインや作画が描かれている。キャラクターデザイン、創作画監督は、松島、サブキャラクターデザインは、u f o テーブル所属の佐藤美幸、梶山陽子、菊地美香が、テレビアニメに引き続き担当。イカザのキャラクターデザインは、テレビアニメ一期の制作が決まった段階のキャラクター、設定制作の際に、作品研究も兼ねて、松島が他のキャラクターと一緒に、 すでに作成していた。そのため、本作で鬼のキャラクターデザインを担当している佐藤は、イカザについては作成せず、松島のデザインがそのまま使用された。他にも、青年期の煉獄、京次郎のデザインも、第一期の時点ですでに松島により、デザインが制作されており、煉獄の家族については、男性人の眉毛、髪型、瞳の印象を統一している。また、 煉獄の表情に関してはシリアスなシーンで目を細める際に煉獄らしさを損なわないように松島が調整している佐藤は縁夢のキャラクターデザインを担当しているがデザイン自体は第一期の時点で既に作成していたため劇場版では縁夢の手の設定を追加で制作しているモブキャラクターの多くは菊池が担当当当初は同じく菊池が担当した テレビアニメ一期第7話に登場する浅草の人々の設定を活用する案もあったが、街中とは違う年齢層や服装のバリエーションが求められた結果、多くの人数を新たに制作している。菊池は本作のモブキャラクターの作画監督も担当した。梶山は煉獄が食べる牛鍋弁当のデザインを制作。設定は、 鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺体験文録に書かれていた牛鍋弁当を参考にしながら煉獄がうまいと言ってくれるようなデザインを心がけて制作しており実際に完成した設定画をもとに u f o テーブル飲食部門のスタッフが調理した牛鍋弁当をスタッフ内で試食している無限列車の外観は当時の機関車の資料などを参考にしている 機関室の美術設定はテレビアニメから引き続きプロップデザインや日輪等設定を担当する u f o テーブル所属の小山昭治が担当。機関室の広さに関してはアクションができる広さにするために実在する機関車の機関室よりも広いスペースの CG モデルが制作された。制作は早期の段階から進められておりテレビアニメ一機が 放送終了した2019年10月時点で、無限列車パートの三浦と伊風線パートの戸の崎の絵コンテ作業はほぼ終了していた。そのため、テレビアニメ一期制作終了と同じくして、作画作業はすぐに開始された。当初の予定では、早い時期に制作は完了する予定であったが、完成したカットの修正など、出来上がった後も細かい部分のクオリティアップに時間を、 費やした結果、同社の他作品の制作と並行しながら、最終的に公開直前までの約1年間作業は行われていた。また、監督の殿崎は、松島が原画に修正を入れやすいようにするため、自ら作画監督も担当した。映像制作の手法に関してもテレビアニメ版と変更はないが、スクリーンで綺麗な線を映すために、重要なカットについては、 早期の段階で、言語作業が進められている。テレビアニメ制作初期の課題であった着物の模様を、すべて手書きで描く工程については、u f o テーブル作画監督人が構築した描き方のマニュアルが、すでに完成していることや、u f o テーブルのアニメーター陣が、t v アニメ終了とともに、そのまま劇場版の制作に移行したこともあり、劇場版では、 少ない負担で模様の作画作業を進めることができた。無限列車での戦いは、エコンテを u f o テーブル所属のアクション演出家で、フェイト、ステイナイト、アンリミテッドブレードワークス監督の三浦隆弘が描き、該当シーンの演出を同じく u f o テーブル所属の演出家で、活劇刀剣乱舞監督や、テレビアニメ第十九話、日の神のエコンテ、演出、レイアウトを担当した。 白井敏之、同社所属で月姫、AP スオブブルーグラスムーンマイナス OP 監督の竹内進が担当した。白井は無限列車内のアクションパート全般の演出を担当し、竹内は夢のシーンの演出を担当している。煉獄の炎の呼吸の表現は、テレビアニメ制作時からスタッフ陣の中で表現法について話し合われており、最終的に、とは、 伏見の戦いの西系をモデルとして表現法が考えられた。また、殿崎の提案で、日の神かぐらと違い、絵画的なシルエットを強調する方針が取られた。作画面では、水の呼吸と同じく手書きのエフェクトは使い回すことができない。そのため、煉獄のアクションの方向性も含め、炎の呼吸の作画での表現については、本作の冒頭のアクション、 一の方、白の日をとに決めている。原画を担当したのは u f o テーブル所属のアニメーター、中村誠。この表現を基盤に他の方が描かれた。なお、表現方法は u f o テーブルのアクションアニメーター陣に一任している。本作では、これまでの u f o テーブル作品と同様に各所の工程に 3D レイアウトやプリビズが多用されている。 3DCG では過去の u f o テーブル作品の中でも作業量の多い作品となり 3D 監督の西脇和樹を中心に u f o テーブルデジタル映像部が無限列車関連や地記術などの CG 制作を担当した無限列車の外観モデルはテレビアニメ一気にて本作の制作を想定して作成された 3D モデルがそのまま使用されている 無限列車の外観モデリングは、テレビアニメ一期で無限上の背景 CG を制作したデジタル映像部の岩田総一郎が担当。列車が走るシーンの外の森の風景に関しても、大半が CG で制作されており、CG ソフトウェアには、クオリティの他に、レンダリング時間の大幅な削減など、作業効率を重視して、アンリアルエンジンが多用されている。岩田はこれまで、 アンリアルエンジンを u f o テーブル内で試していたスタッフでもあり、今回のソフトウェア起用にもつながっている。3DCG で制作された列車の走行シーンにおける森の風景は、列車の速度や風景の奥行きを再現するために多用され、劇中で数百カット起用されている。そのため、大量の CG カットを制作するための新たなシステムを一から構築している。 列車は、客車が8両編成、各車両に乗客が、体制乗車しておりたん次郎たちは、列車内を何度も移動するため、作画作業の際に描き分けのミスが起きないように、演出の白井が中心となり各キャラクターの座席表や、カットごとに登場人物が何車両目にいるのかを、整理したエクセル表が作成された。これらの作業について、白井は、作業の間違いがあれば、すぐに修正でき。 質問にも答えられる社内スタッフ中心の制作体制の良さが出ていると話している。列車内のアクション演出については、実際に空間をそのまま使用すると刀を振れば、すぐに壁や座席に当たってしまうほど狭いため、内装の CEG モデルを2パターン作成し、アクション用の拡張版内装モデルは、通常のモデルよりも通路が広く設計されていた。 拡張版内装モデルについては演出と 3D 監督の二脇で場面によって変わる内装の広さの違いに違和感を持たれないよう細かく調整をしている。戦闘に必要な車両の広さや肉塊がどのようについているかのイメージボードは白井が手掛けている。夢のシーンはリアル寄りに描かれる丹次郎と煉獄の夢、コミカルに描かれる善逸と井之助の夢で、 デザインの方向性を変えており、これらのシーンは u f o テーブル所属の若手アニメーターである石子夏菜、中敷久美子、足、立原美穂子、出口明、中沢健らがメインで担当している。列車の屋根における墨次郎と縁夢の最初の戦いについては、原画や作画監督を u f o テーブル所属の秋山浩二が主に担当。また、 機関室の屋根を破壊するイノスケや肉塊に全身を、掴まれたイノスケを炭治郎が助けるアクションまでの、画は同じく u o テーブル所属の山岡春が担当した。無限列車と融合した遠い夢の肉塊に関しては、作画、美術と CG によるハイブリッドな描写となっている。描写としては動かない肉塊は美術、動く肉塊は CG をベースに、 刀に切られたり人物に触れたりする肉塊を作画で描いている。これらを一つの画面で違和感なく共存させるために撮影監督の寺を、雄一を中心に u f o テーブルデジタル映像部の撮影班が作画で描かれた肉塊と CG で描かれた肉塊を美術で描かれた肉塊と同じ見た目にして馴染むように質感を撮影処理で調整している。肉塊の CG は、 デジタル映像部の鉄砲塚大金が中心となり、作成。元作画部スタッフでもある鉄砲塚が作画を意識した肉塊の描写を制作している。中でも、ねじめ豆子の格闘シーンの肉塊は鉄砲塚自身が担当。以降のパートは、u f o テーブルデジタル映像部の佐藤豪中と石田拓夢が担当しており、佐藤は丹次郎と井之助の機関室での戦い全般の、 背景、肉塊の CG 制作や同心における墨次郎と、イノスケのアクションの 3D レイアウト、プリビズもすべて担当。佐藤のレイアウトをもとに、縁無線の決着となる機関室の戦いの原画が描かれた。また、機関室の戦いで現れる肉塊の目は、肉塊と目をいくつも、自動的に生成するシステムを新たに作成。瞳のレタッチは演出の白井が担当している。 煉獄とイカザの戦闘以降は監督の殿崎自身が絵コンテ演出を担当。該当シーンのアクションについては絵コンテを描いている時点で各カットを担当するアクションアニメーターを決め彼らの画風を想定して絵コンテを作成している。これらのシーンは u f o テーブル所属の国広正幸、木村剛、阿安倍信が担当した。国広はテレビアニメ一気にて 第3話のサビウサギとの戦闘シーン、第14話の丹次郎とイノスケの戦闘シーン、第19話の水の呼吸、銃の肩症状ルテンやルイとの戦いにおける、日の神神楽の戦闘シーンなどを担当した経験があり、本作では、煉獄とイカザの戦闘シーン全般のアクション原画を担当している。木村は、テレビアニメ一気にて、第十六話の加減の鬼の解体シーンにおける、 アクションや多数のアクションカットを担当しており、本作では炎の呼吸5の片エントラや破壊札、乱式等のアクションを担当。安倍はテレビアニメ1期では雷の呼吸1の片壁歴一戦のシーン全般や第19話の爆血以降のシーンを担当しており、本作では炎の呼吸9の片練5区を担当した。 これらのアクションについては各アニメーターに表現方法は一任されており、創作画監督の松島も顔の表情や着物の模様以外の修正をほぼ入れず、各アニメーターのレイアウトや作風に任せている。煉獄とイカザの戦闘の決着以降の原画は、サブキャラクターデザインを担当する佐藤みゆき、梶山陽子、菊池美香や u f o テーブル演出家の滝口定一が担当。 中でも佐藤に関しては、松島の直接の弟子でもあるため、レイアウトの段階から松島と共同で、レイアウト、原画を描いている。佐藤は、煉獄の母との思い出の回想明けから、イカザの刑に刀を押し込むまでのカットを担当。イカザが森に逃亡してから炭治郎が叫ぶカットまでは、滝口が担当。以降の炭治郎のお越や表情は、 声優の花江の演技に合わせて梶山と菊池が原画を描いている。終盤の作画の一部は松島がレアウトラフ原画を創作画監督修正という形で直接原画にしている。これらのシーンの作画では涙の描き方について原作を意識して描いており玉のような丸い涙になるように意識的に大きく描かれている。仕上げ、背景美術。 撮影処理もテレビアニメに引き続き、u f o テーブル社内スタッフを中心に制作された。炎の呼吸の色彩表現については、日の神神楽で表現した太陽のニュアンスを含む赤い、色やねじめ豆子の地技術で表現したピンクかかった炎と差別化するため、オレンジと赤を基調とした表現をしている。美術監督は各スタッフによる得意分野を活かすべく、テレビアニメ一気と、 同じく u f o テーブル美術部所属の江藤勲夫に、柳中勝、樺沢優里による3名体制となっている。テレビアニメ1期でメインの美術監督を務めた柳中は、他のスタッフより先行して、無限列車内の美術ボードを作成。夢パートは、江藤と樺沢、列車での戦闘パートは、柳中と樺沢、列車脱線後のパートは、江藤と柳中が担当した。 夢パートは、炭治郎や煉獄などのリアルよりな夢を、江藤、善逸や江之助などの漫画的な夢を樺沢が担当。この振り分けは、テレビアニメ1期の第1話において、炭治郎の家の美術監督を江藤が担当していた、ことにも由来する。夢のシーンは、手書き背景の雰囲気を重視した描写となっており、手書き背景に関しては u f o テーブル美術部チーフの海老沢和夫と、 同部門の加藤弓江が中心となり描いている。無意識領域の美術は、煉獄に関しては、迷いのない空間、炭治郎に関しては、さらに迷いのない空間を描いてほしいという殿崎先の指示により、煉獄は青空、炭治郎は澄み切った青空という描き方で表現されている。列車脱線後のパートは、前半を、江藤、後半を柳中が担当している。徐々に、 朝日が昇り時間が経過していく描写は、夜中により7枚の美術ボードが描かれており、戦いの中での時間の経過を表現している。美術は 3DCG の起用が多い夜のシーンを u f o テーブル美術部とデジタル映像部が共同で制作。日中のシーンの背景は美術部がメインで制作しており、冒頭の墓参りのシーン、夢の中のシーン、 ラストの朝日が昇るシーンは特に力が入れられた。撮影処理では列車の中に暖色系の色が使用されており、そこから少しずつ色を変化させていくことで、ホラーテイストな演出となるように撮影処理に関係をつけている。強制混沌催眠のささやきは立ちくらみのような気持ち悪い感覚をイメージしてエフェクトが作成された。作中楽曲はシーナ・ゴーが メインで担当。制作時には映画館のどのスピーカーからどの楽器の音を鳴らすかを考え制作されている。楽曲のレコーディングはコンサートが行われる大きなホールで行われた。この会場に 5.1CH サラウンド専用のマイクを立て演奏の音以外にホールの響きも収録している。これにより スタジオ収録では再現の難しいアーリーリフレクションがしっかりと録音され、ピッコロやトランペット、ホルンなどの楽器の音を効果的に活かせる環境となった。シーナはテレビアニメ版と同じくダビングにも参加しており、映像と効果音、楽曲の調整を他のスタッフと共同で行っている。音楽は無限列車の走るイメージからマーチングバンドのドラムラインを使用している。 この音源は、丹次郎と縁夢が列車の上で戦うシーンで使用されており、音響効果の赤沢雄二が列車の走行音と音楽がぶつからないよう調整している。この M24 の楽曲を軸に前後の楽曲が考えられた。序盤の炎の呼吸のシーン M6 の楽曲は炎の呼吸からガムランを演奏している風景を重ね合わせたシーナが、 ガムランの音の広がりと映像がシンクロするように曲を作成した。2019年9月28日、テレビアニメ最終話にて、劇場版の制作が発表され、告知 PV が公開された。10月20日に開催された朗読イベント、鬼滅の縁では、特報第2弾と公開年が発表。2020年4月10日配信のアベマ TV。 鬼滅テレビ無限列車編新情報発表スペシャルにて公開日が発表され予告編第1弾とポスタービジュアルが公開された公開翌日の2020年10月17日に東方シネマズ六本木ヒルズで公開記念舞台挨拶が行われた上映前から鬼滅の刃自体が社会現象となっていたこともあり劇場版に対する期待度は 非常に高いものであった。前売り券の月間売り上げの最高記録が本作の前売り券の発売期間であった2020年9月と翌10月に2ヶ月連続で記録更新となり、このことについては本作の影響が大きいと言われている。また映画チケットの事前販売がインターネットで開始された際には予約待ちが59万人に達することもあった。公開に前後して、 富士テレビ系列、土曜、プレミアムにおいて10月10日に、第1夜、兄弟の絆、17日に、第2夜、なでんくもヤ編と称した、テレビアニメ第1期、かまど炭治郎立志編の総集編の放送を行い、それぞれの平均世帯視聴率が16.7%、15.4%を、記録し話題を呼んだ。12月20日にも、第22話から第26話に新規映像を、 追加した特別編集版、柱合会議、長屋敷編が放送されている。コロナ禍で多くの映画が公開延期になったことから、全国403館において異例のスクリーン数での公開となった。東方シネマズ新宿では公開初日の1日だけで、計42回上映が行われ、上映回数の多さから、その上映スケジュールがネット上で、 時刻表と比喩された。東方シネマズ、新宿のみならず、新宿バルト9は39回、中川コロナシネマワールドは36回の上映が、初日に行われ、全国の映画館で時刻表の状態が見られる事態となった。公開初日の全国での上映回数の合計は7885回、2日目は7738回、 3日目は7638回に及び最初の3日間での合計上映回数は23306回に至った。初動の勢いはしばらくの間衰えず12週連続で週末興行収入1位を記録した。映画の大ヒットは公開以前から続いていた鬼滅ブームにより拍車をかけることとなる。 映画公開中の12月4日に発売されたコミック単行本の最終巻二23巻は285.5万部の週間売り上げを記録し、コミック週間売り上げ歴代1位を記録した。視聴者の要望を受けフジテレビ系列にて12月20日に放送されたテレビアニメの総集編、柱合会、議、長夜式編は、裏番組の M-1 グランプリの視聴率を下回ったものの、 平均世帯視聴率14.4%の高記録を上げた。12月27日にはそれまで工業収入の日本記録を20年近く堅持していた千と千尋の神隠しの316.8億円を上回り日本歴代最高工業収入の記録を更新するに至った。12月30日に行われた第62回日本レコード大賞では 本作の主題歌である、炎が、日本レコード大賞の大賞を受賞した。また、特別賞には、鬼滅の刃が選ばれている。12月31日放送の第71回 NHK 紅白歌合戦では、鬼滅の刃紅白スペシャルメドレーが披露された。テレビアニメ版主題歌の、グレンゲと共に、炎がリサによって歌唱され、本作のメインキャラクターである煉獄京次郎を、 放彿とさせる演出が NHK ホール内に映し出された。その際に本作が工業収入の日本記録を更新したことについて言及がなされた。紅白歌合戦では炎歌唱時に46.6%の視聴率を記録している。上映中の2021年3月15日に同年6月16日から本作のブルーレイおよび DVD が発売される旨が 発表され、翌3月16日から予約が開始された。予約開始初日はアクセスが集中し、アニプレックス、アニメート、u f o テーブルなどのサイトが一時サーバーダウンした。2021年3月19日に発表された第44回日本アカデミー賞では、本作が最優秀アニメーション作品賞、最優秀音楽賞、話題賞に選ばれ、3冠を達成している。 2021年5月24日に国内での興行収入が史上初の400億円を突破したことが発表され、本作のメインキャラクターである煉獄京次郎が400億の男になったことで SNS ではお祝いの声が寄せられた。2021年6月16日に販売が開始された本作の DVD は、 発売初日のみで二十一点八万枚を売り上げて二千二十一年度の DVD の最高発注売り上げ記録を更新した。DVD と同時発売されたブルーレイについても初日売り上げが六点八万枚となり二千二十一年度のブルーレイの最高発注売り上げ記録を更新している。公開直後と比較して上映感がかなり少なくなったとはいえ一部の映画館では 映像ソフトが発売されてから後日の最終上映が開始されるまでの間も上映を行っていた。2021年7月22日から同年7月29日にかけて最終上映と称し、公開当初の上映関数に及ぶ全国383巻で本作の上映が行われた。最終上映が行われた。 週末の観客動員数ランキングでは9週間ぶりに上位10位以内にランクインした。最終上映が終了した7月30日時点で全国18館が引き続き上映を行うことを発表し、9月11日現在は u f o テーブルシネマで上映が続けられている。2021年9月25日に富士テレビ系列土曜プレミアム内で本作が地上波発放送され、 視聴率は21.4%を記録した。日本のみならず、海外でも、その他の日本映画に比べて、多くの観客を動員する傾向が見られた。2020年10月30日公開の台湾では95の映画館で封切られ、特に桃園市では、初日に57回上映され、東方シネマズ新宿の42回を上回った。 台湾におけるアニメ映画の初動記録を塗り替えたことを受け、同年11月6日から IMAX 版の上映が8巻で開始された。公開17日間で台湾におけるアニメ映画の歴代公衆記録を更新した。香港では450巻、1083のスクリーンで公開され、1日の上映は最大860回に及んだ。 韓国では2021年1月27日、映画館チェーンメガボックスによって380スクリーンで公開され、1193回の上映で初日の興行成績1位を記録した。2月3日より IMAX と4デラックスでの公開も開始された。観客動員数は200万人を突破した。アメリカでは2021年4月23日に公開された。 本作に含まれる暴力流血により同国内におけるレーティングは R 指定となったが公開初週の興行収入は週間2位を記録した。公開2週目には全米1位を獲得している。台湾、タイマレーシアではそれぞれの国の日本映画の興行収入記録を塗り替えている。2020年10月16日から18日にかけての初日3日間で 動員342万493人、工業収入46億2311万7450円を記録し、工業通信社の調査による全国映画動員ランキングで初登場第一位となった。公開から3日間の週末における世界最高の工業成績とも報じられた。10月16日の公開から25日までの10日間で、 観客動員数は798万3442人、工業収入は107億5423万円に達し、歴代最速で、工業収入100億円に達した。公開から39日目となる11月23日には、観客動員数1939万人、工業収入259億円を突破し、君の名は、や、アナと雪の女王を超えて、 日本歴代工業収入ランキングで歴代第3位、邦画のみでは歴代第2位にランクインした。公開から45日目となる11月29日には観客動員数2053万人、工業収入275億円を突破し、タイタニックを超えて日本歴代工業収入ランキングで歴代第2位となった。 公開から73日目となる12月27日には、観客動員数2404万人、工業収入324億円を突破し、千と千尋の神隠しを超えて、日本歴代工業収入第1位を達成した。2021年5月24日には、公開から2百2 0日間で本作の工業収入が、国内史上初の400億円を突破したことが、発表された。 更新された工業記録本作により更新された国内の工業記録を示す。ただし、以下の記録が全て公的に記録されているものではないため、あくまで参考である。2020年の年間工業収入世界第1位。2021年6月現在、工業収入は5億ドルに達している。 台湾台湾での公開初日の興行収入は3080万台湾元だった。公衆は公開3日で1.17億元を記録し、アナと雪の女王2が持っていたアニメーション作品としての初動成績を塗り替えた。公衆は公開9日で2億元を達成した。さらに11月8日までに公衆2.5億元を突破し、 台湾で公開された日本のアニメーション作品で君の名はが持っていた記録を塗り替えた。11日には累計講習が3億元を突破。累計講習が3億元を超えたのは台湾で公開されたアニメーション作品としては5作目となった。15日にはアナと雪の女王2の記録を塗り替え、アニメーション作品としては講習が史上最高になった。 18日、アニメーション作品として、初めて4億元を超えた。上映38日目、講習が5.37億元を超え、ハリウッド映画以外として、歴代第1位に達成した。2021年2月7日、講習が6.22億元に達し、歴代第9位にランクインしている。大体での公開初日の興行収入は700万、バーツを突破し、 8日には3日より先行上映していた分を合わせて約1900万バーツを超える収入となった。14日には5000万バーツを超えたことでタイで公開された日本アニメ映画として1位に浮上した。12月22日発表の工業収入ランキングにおいて1億バーツを突破した。北米北米ではレーティングが R-17 に指定されたためにこのことが 興行成績の面では不利になるとの意見が上映前には存在した。2021年4月23日2600の映画館で公開され、初週3日間の興行収入で全米ランキング第2位、1954万2227ドルを記録した。これは北米で公開された日本のアニメーション映画としては劇場版ポケットモンスターミュウツー2の逆襲。 劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆弾に続く歴代3位のオープニング成績であり、ローカライズを行っていない外国語映画のオープニングとしては歴代第1位となった。公開2週目の週末は670万ドルを稼ぎ出し、日本映画としては劇場版ポケットモンスターミュウツー2の逆襲以来22年ぶりとなる全米第1位に上昇した。 北米における本作の最終的な興業収入は4770万ドルに上り、外国語映画としては異例のヒットとなった。全世界2021年5月10日に興業収入をまとめているサイトザ・ナンバーズにおいて、本作の全世界興業収入が4億7460万ドルと発表され、中国映画、 800の4億7257万5000ドルを抜き2020年に公開された映画の年間興行収入で世界第一位を記録した。この発表がなされた5月10日は、くしくも煉獄、京次郎の誕生日でもある。年間興行収入の記録が残る1915年以降で、ハリウッド映画以外の作品が世界第一位を記録するのは、本作が初の快挙となった。 6月の時点で、工業収入は5億ドルに達している。公開記念、公開五礼舞台挨拶と称して、2020年10月31日に、東方シネマズ、日比谷スクリーン12で開催。登壇者は、か戸炭治郎役の花、コーナツキ、煉獄教授郎役の日野里氏、一家財役の石田明。舞台挨拶の模様は、全国の劇場で生中継された。 映像リスク発売記念、劇場版、鬼滅の刃無限列車編完全生産限定版、早期特典に予約キャンペーン舞台挨拶浮上映会と、称して、2021年7月3日に、東京会場、同年7月11日に、大阪会場と福岡会場、同年7月18日に、名古屋会場、同年7月25日に、北海道会場で開催。 鬼滅の刃オーケストラコンサート鬼滅の層、無限列車編と称したコンサートが2021年9月4日5日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催。9月5日には全国の映画館でライブビューイングも行われた。本作の DVD、ブルーレイ発売を記念して2021年6月17日に日本放送で 鬼滅の刃のオールナイト日本ゴールドが放送され、花江夏樹と下野博士がパーソナリティを務めた。TikTok で本作の公開を記念したハッシュタグチャレンジ、叫べ鬼滅愛が2020年10月16日から同年10月30日まで開催された。投稿された動画の再生回数は累計157億回を突破した。JR 九州は、 映画とのコラボキャンペーンとして、劇中に登場する無限列車を模した特別列車 SL 鬼滅の刃を2020年11月1日から運行していたが、この企画は好評であり、翌12月にも追加運行が行われ、片道だけの運行にもかかわらず追加運行のチケットが1秒で売り切れとなった。JR 東日本高崎支社が運行する SL 群馬横川は、 2020年10月9日より無限列車大作戦と銘打ったコラボキャンペーンを展開し2021年1月3日までの全期間中のすべての列車のチケットが即時完売となっている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2021年7月11日に新アトラクション 鬼滅の刃 XR ライドを2021年9月17日から2022年2月13日までの期間限定で導入すると発表した。本作に登場する無限列車に見立てたジェットコースターに乗り込み VR を用いた立体映像や音響でアニメの世界観を再現する。2021年9月25日に富士テレビ系列の土曜プレミアムにて 全編のカットで、初放送されることとなった。同年、テレビ初放送に向けて、アニメ第1期の特別編集版を9月11日に、兄弟の絆編、9月12日に、浅草編、9月18日に、鈴屋式編、9月19日に、奈伝雲山編、9月23日に、柱合会議、長屋式編と題して、それぞれ19時から放送する。そのうち、 兄弟の絆編の冒頭で鱗滝こた継ぎによる今回の放送の趣旨と解説が新規で追加され、ナデンクモヤマ編については放送弱の影響から一部シーンをカットの上で放送されたが、その代わりとしてストーリー上でも影響がない範囲で原作にはないアニメオリジナルのシーンが冒頭に新規で追加された。またこのナデンクモヤマ編をはじめすべての特別編集版において、 アイキャッチ及び次回予告についても本放送時とは異なる新作が新たに放送された。本編放送時は鬼滅の刃に関連する CM が多数放送され、パワプロアプリでは本編放送後に煉獄教授郎が追加で実装され、鬼滅の刃日の神血ッ譚では無限列車編のゲーム内スクリーンショットが公開された。パワプロアプリの CM については 煉獄が息絶えたシーンの直後によもや、よもやだ。まさか我々が高校野球とはな。と放映されたため視聴者への衝撃が大きく、強ざめという反発の声もあったが、翌日26日にセールスランキング1位を記録し、パワプロアプリの公式ツイッターがみんなのおかげで9、2 6にセールスランキング1位を獲得できたよ。ありがとう。と投稿した。 劇場版のテレビ初放送後、テレビアニメ、鬼滅の刃無限列車編として10月から全7話で放送されることが発表された。第1話では、煉獄教授郎が無限列車へと向かう、道中の任務を描いたアニメオリジナルエピソードを放送。映画本編は、第2話から第7話として分割され、新規カット及び予告編、BGM などを追加した上で放送される。また、 はねてより、テレビアニメ第2期として発表されていた、遊覚編は、無限列車編放送後に続けて放送される。日本歴代工業収入記録を塗り替え、主題歌が日本レコード大賞で大賞を受賞したこと等を、はじめとし、国内では、社会現象を起こした本作であるが、その大ヒットの要因については、大手メディアによって論じられている。日本経済新聞は、 ビジネス的観点からヒットの要因を読み解いている。漫画に対する読者のボーダーレス化や配信サービスによるアニメ視聴の手軽化などの理由から作品の知名度が広まったこと、新型コロナウイルス感染症の流行に影響して新作映画の公開数が減ったことにより多くのスクリーンの確保が可能だったことを挙げている。ビジネス的観点だけからではなく作品内容については 熱いアクションと感動的なドラマ性を有すると評価しており、こういった要素がコロナ禍で鬱屈としていた観客に高い満足感を与えたのだと推測している。ありがとうございます。